どうも、ヤードです。今回もですね、将棋ボード実況やっていきたいと思います。さあ、お相手、どんな方でしょうかというところなんですけれども。さあ、お相手、初段の方ですね。地下鉄飛車がお得意の方ということで、これはプロ棋士アバターですかね。背景がなんか、エメラルドグリーンの、何でしたっけ、ジョジョのエメラルドグリーンの技を繰り出す歌教員の持ってるスタンドの名前、エメラルドスプラッシュとかっていう技を言う、歌教員のスタンドの名前が出てこない。スタンドの名前が、出てこないさあ、誰か徐々に詳しい方教えてください。歌教員の、スタンドの名前、絶賛募集中です。さあ、募集中ではないですね。名前を教えてくださいの回ということで。まあ、これでですね、飛車先ついていって、シンプルに、これは、どういうこと？これは何？これどういうことになるんだろう？よくわかんない。とりあえず、飛車先が走れるんで、めちゃくちゃ、こっちが優勢になってる気にはなれるんだけど、違うのこれ。なんで今ここに銀打った？ちょっと計算違いだったんじゃないかな？違うかな？角で取っておきますか。角で取っておいて、で、これで、桂馬で取っておいて、で、そうっすね。これは、一回桂馬跳ねて、で、なってくるでしょ？なってこられて、ここに歩打って、で、桂馬で取ってくるんだ。桂馬で取っていって、で、さらに、ここに、歩でいいか、銀がいいか、銀投下するか、そしたら。銀投下してですよ。勝ちが近づいてきてると思うんですけどね、これね。これもう一枚銀打っといて、で、今度回ってくるでしょ？回ってくる手に、この銀成りが一応刺さってるんじゃないかっていう噂はあるんだよね。飛車がなってこれないから、ただ、この後が難しいか。この後が難しいんですね。この後が難しいので、とりあえず一回、ここに角打っておいて、これが詰めろなはずっす。これが詰めろ、これ銀なっていってね、銀なっていってこれ詰めろなんで、なるほどね、そうだよね。でもこれだと、王様でこれ取らせてもらった後に銀が取れるから、かなり優勢なんじゃないかっていう風に思うんですけど、どうなんですかね、その辺ね。で、一回この辺に歩打っておいて、飛車引いてもらって、そっちに引いていくんだったら、やりよう絶対あるでしょう。1分30秒。これ投資していいかな？投資していいと思いますか？皆さん。どう思う？これで、飛車なっていって、竜作って、で、この歩が取れないから、なるほどね。それでも、とりあえず追いかけていって、で、こっち逃げていく、追いかけていって、はい、これで、桂馬など打ちまして、そうね。これで、さらに竜で追いかけていってですよ。はい。で、金など打たせていただいて、これ詰んではないんだよね。詰んではないので、金を打たせてもらって、で、あとは逃げる。あとは逃げるで合ってる。でも、これ、角打ちとかがちょっと怪しいか。まあ、でも、角打たれても逃げればいいもんね。逃げればいいから多分大丈夫だと思うんですけどね、これね。いや、だから、そうですね、この局面では、これを相手も考えるとは思いますけど、なんか道がないかって、いかにも何かありそうだもんね。でも守ってくるっていうことね。守ってくるんだったら、銀取っておいて、馬入っておいて、これで詰みですね。これで、
はい、これでありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。どうもヤードです。今回もですね、将棋ボーズ実況やっていきたいと思います。お相手初段の方ですね、アイフリビシャノート系の方ということで、さあ1万戦2万戦以上やっている方との対戦ということでですね、まあ本当に将棋ボーズにずっといるんでしょうねこの人まあ私もですね、まあまあ将棋ボーズに最近はいますけど、ここ数ヶ月はこの人ほどではないだろうな、多分な、もうずっとやってるんだろうな。なんかやっぱり将棋強くなるのってあれなんですよね、将棋をひたすら指せば強くなれるっていうのとはやっぱりちょっと違うんでしょうね。あ、やっべ、ミスった。これ飛車が来るじゃん、王様に当たってる。僕も本当に将棋をね、めちゃくちゃ一時期に比べたら本当に指すようになりましたけど、それでもね、全然その気力が上がっている実感みたいのってすっごい乏しいんですよね。だからその灰差しみたいに言うじゃないですか、将棋坊主で言うと灰差しがなんたらかんたらみたいな。灰差しをすれば将棋が上達するっていうことはやっぱ決してなくって、詰将棋を解いたりとか、その自分の打った、手筋みたいなものを見直して反省したりとか、そういう何ですかね、一見そのやっぱり地味な退屈な作業みたいなことをこなさない限りはやっぱり強くはならない、つまり研究をしないと強くはならないっていうことなんだろうね。はい、っていうのを最近将棋ウォーズ一生懸命やりながら、なかなか気力が上がんないなっていう悩みの中でよく思うことではありません。で、飛車切ってくるっていう、どういうこと、飛車切ってくるメリットあった今。メリットはなくない、今飛車切ってくるメリットはないでしょ、絶対。絶対ないもん、今の、飛車切りのメリット。ちょっと、さすがだね、やっぱり。1万戦やってる人は違うわって言いたいとこだけど、今のはメリットないでしょ、単純に。と思いたい。で、ここに銀打たれるでしょ？あ、そこに銀打ってくるんだ。そこに銀打ってくる、のに対して、銀がこっちに出てきた方がいいから、こっちの銀を取りますか。で、飛車上がって逃げておくと、いうことですね。桂馬取られたりすると、こっちも負けずに桂馬取っていきましょう。そっちが桂馬取るんだったら、こっちも桂馬取るよ、みたいな。お前がバカって言うんだったら、バカって言う方がバカなんだからな、みたいな。なんかそういうやつなんですけど。まあそういうテンションでちょっとやっていこうと、思いつつですね。まあさあこれで時間は若干勝っているが、そして駒割り的にも絶対的に、お前が香車取るんだったらこっちも香車取るからなっていう、ほんと大丈夫だよな、そんなふざけながら香車取って問題ないよね、大丈夫だよ、ちょっとだけ不安になるっていう。これは一回歩打っておいて、そんで相手が歩3枚桂1枚金1枚、何ができるかっていう話と、この王様をどう追い詰めるかっていう話ですね。これで、桂馬ですかね。桂馬打ってくる。まあ、銀打っておきますか、これに関しては。桂頭の銀。桂頭の銀打っておいて、さあ、これで、相手の歩がなくなるまで頑張るという感じですかね。さあ、これで、とりあえず逃げておいて、ここに金打たれたらね、金で取っといて OK だと思うんですよね。なので、これで相手ができることがまずないんで、これね、相手を詰ます、詰まさないじゃなくって、相手ができることがなくなって、この試合が終わるっていう可能性の方が高い。高いけど、今の角打ちがですね、やっぱり最後のお願いみたいな感じですよね。これが最後のお願いで、ここに銀打って、あるいはこっちに桂なってくるか。まあでも銀打つでしょうね、普通に考えたら。金打って、で、ここに銀打って、で、あ、そっちに、まあ普通に逃げておいて、逃げておいて、これ桂なってこれるっていうのがあるんで、一応桂だけ回収しておいて、あとは、角筋で何もなければ、角筋で何もなければっていう感じなんだけど、何かある可能性はあるよね、これね。そう、こんな風にみたいなことですよね、これね。
まあでも、これは問題ないと思います。手が続かないからね、さすがに。で、こっちは、それなりに、駒があるので、まずは、ここに王手、しておいて、まあ、ちょっと意地が悪いかもしれないけど、あ、それってなんかない？それって、なんもないね。ちょっと意地が悪いかもしれないけど、で、もう一回、角上がっておいて、で、飛車。で、この飛車、もう上げても大丈夫、だと思うので、ですね、強者、一回打っていきます。で、飛車、あ、これ、なんで、これで詰めろまで行ってないかな？詰めろになってない？これ。王様でしょ？で、桂打つでしょ？桂3枚あるからね、こっちね。で、金が3枚あるから、金が3枚あって詰まないっていうことってなかなかないんじゃないっていう説はあるんだけど、説はね、そういう説は、30秒。一応、言われています。この世界で。で、ここに金打っといて、はい、詰まなかったですね。無事に詰まなかったということなんですけど、無事に詰まなかったということなんですが、時間切れで勝ちと、ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。計算枚あったら何でも詰むって言われてるんですよ。で、さらに金3枚あったのに詰まなかったっていうね。あ、お疲れ様でした。ありがとうございました。音楽室の古いピアノに持たれて歌った知ってる。まだ君のこと、まだ知らないのに、なぜか懐かしい。